これ映ってないけどな、この炭治郎禰豆子がセットになったこのクリア型のやつがあんねん。当たらへんで、当たらへんで、これ一発で絶対な鬼滅がな。回してくれ。グースカピー猫ちゃん何それ何それはい、あー、バズれー。そう、赤ちゃんがこう入れるやつ。はい、次、ドキドキドラえもんの危機一発。次、ペンギンさん。次、当たり前してんの。じゃあこの流れ作業やばい。ちびた鉛筆。次、出たもんさ、自分の好きなやつじゃないかも。来た来た来た、グースカピー猫ちゃん来た。ドラえもんの危機一発2つ目。これ当たるまでやるんですかね。禰豆子が当たるまでやる。来た、だって来たもさ、海谷くんのキャラじゃなかったらさ、これは見えへんけど。外れ、外れ。来た来た、誰、猪之助。猪之助、イケメンさん、猪之助来た。あ、中身が見えるやつやったの。これはうん、これはペンギンさん、はい、あ、これはあの赤ちゃんがこう入れるやつ。ワンワンのやつ。ワンワンのやつ。お母さんと一緒、はい、当たり入ってる。これはさっきも出たぞ、これ。あ、ポケモンのやつや。ちょっと、早い。次はこれ、ちびた鉛筆、はい、はい、次。当たりが、これはなんか輪ゴム鉄砲みたいな、ゴム銃。この流れ作業。はい、で次が、これサングラス、メガネ、よくわからん。次、はい、これはね、ほんまに出えへんよ。なんかマグネットに挟んだ。またワンワン来た。ワンワン、これ三つ目。ワンワン、ワンワン三つ目。はい、次。ゴム鉄砲。ちょっと待って、ごめん。こんだけ回して、まだ1個しか。これなんか、リカちゃんみたいなやつ。終わり。で、これがチビタ鉛筆。猪之助だけでございます。終わりましたか。100円しかないと思う。そう。あ、でも、あそこにあれおるやん。なんとかさんおる。なんとかさんって誰やねん。やばいな。ちょ、当たりのもう一回見してよ。今、だって4000円ぐらいしてある。猪之助。猪之助。お前は打った。いくらで出た？4000円くらい。これ何だったよ。4000ぐらいやった今。ガチャガチャ。早かったね。やば。やばい。すごい。なかなか入ってないな、やっぱりな。やばいな。100円探して、100円探して。3個ちょうだいって言うねん、なんか。